どうも皆さんこんにちは、みちです。今回は KO 解説永久保存版ですね。KO 解説やっていきたいと思います。まあ、KO がまずどんなキャラなのかっていうところなんですけど、こいつ確かイニシエーターなのかな。このゲームなんか そのキャラクターごとになんか役割みたいなのがあるんですけど、確かイニシエーターだった気がします。まあ味方のために結構サポートしやすいキャラですね。なんで、まあ、そこのところをちょっと意識してやると変わるんですけど、このキャラ本当に D リストなんじゃねってくらい打ち合いに対して自分のスキルをすごいいっぱい使うことができますね。なんで、まあ、そこの部分とかをちょっとスキルごとに解説しながらやっていきたいと思います。それではお願いします。最初ですね。はい、このグレネードです。この武器フラグメント、まあこれめっちゃ簡単に言ったら、まあなんかこの爆発音とともにダメージが入るグレネードなんですけど、まあこのグレネード何が強いっていうのなんですけど、まあダメージがとにかく高いです。これ見えるかわかんないんですけど、真ん中の中心部から波紋状に広がってってるんですね。でこの範囲が真ん中に入れば入るほど、このど真ん中になればなるほどダメージが高いです。で、まあ、どのくらい真ん中に入れば強いかっていうと、まあ、ライトアーマーは真ん中2発で死にますね。ライトアーマーの人はここ2発で死にます。そんくらいダメージやばいです。まあ、DPS で言ったら多分真ん中行ったらもう一番強いですね。なんで結構狭いところに投げるとめちゃめちゃ強いです。例えば狭いところで言ったら、例えばこのアセントのクロコンとかですね、ここのクロコンとかヘブンシャとかに、例えばエントリーするときにこうやって1個入れとくと、こうどこでもいいです。ここら辺に当てればこれ絶対入るんで、こうやってここに入れちゃえばもうここの相手は絶対出ないといけないですし、まあ、ここだったらそれで入るかな、入ったわ。こうやって入れちゃえばもう狭いんで、ここに荷物ってる人は絶対に出ないと死にます。なんでまあ結構クリアリングを潰すのに使ってもいいですし、あと自分のおすすめとかは相手のキルジョイアルティメットのカウンターに使うのとかすごいおすすめで、まあ、例えばここでキルジョイがよくウルト使うんですけど、これダメージ高いんですぐ壊れるんですよね。ここに使うんですけど、ここを壊すのめっちゃ簡単で、ここからシャッター閉めないでおいてこうやってグレネード投げればもう壊れます。これ絶対に壊れます。これなんでこういう使い方とかはすごいおすすめですね。だから本当にラッシュ来た時に止めたりするよ、ラッシュ来たらフラグメント投げるみたいな、あとクリアリングで使うっていうのがまあおすすめですね。次フラッシュドライブです。もうフラッシュドライブ、これフラッシュです。フラッシュなんですけど、このフラッシュ本当に避けづらいんですよ。どのくらい避けづらいかで言ったら、まあ避けれないです。避けづらいとかじゃなくて予想してても避けれないです。最初からフラッシュが来ることを見越しておいて、後ろに向いておいて、フラッシュが鳴った後にピークするくらいじゃないとこのフラッシュ避けれないです。でこのフラッシュの使い方なんですけど、まあ、左クリックとこれですね、右クリックがあります。使い分けとしては、左クリックは、味方のために出してあげるフラッシュ、これは味方のためですね。左クリックはで、右クリックは自分のために使うフラッシュですね。こういうフラッシュです。で、まあ、基本的にランクでやる場合は結構右クリックのフラッシュを使う場合が多いのかなと思います。右クリックのフラッシュを使う時のコツなんですけど、この例えばフラッシュを投げてここ側を覗きたい、A ショート側を覗きたいって時あるじゃないですか。その時はフラッシュこっちに入れるんじゃなくて、こっち自分の後ろで爆発するように投げてください。そうすることによって投げた後にこのままピークします。そうすると相手がフラッシュを見えたらこうやって避けるじゃないですか。避けてる間にもう自分がピークできてるんですよね。なんでこっちこうすると爆発した後に覗かないといけないんですけど、こうすると爆発しながら一緒に覗けるんで、なるべく、いやもう基本的には自分の後ろで投げてください、こうやって。でまあなんか結構ギリギリで狙うときは壁際でもいいです。なぜかというと、例えばこういうとこだと相手のポジションがこういうポジションを取ってる場合、フラッシュ丸見えなんですよね。そうすると、まあ、アングル的な問題でフラッシュ丸見えなんで、まあ、こういうところはまあワンチャンこっちで投げてもいいかなっていう風には感じます。はい、でまあこれマジでワンテクニックなんですけど、 KO のフラッシュって左クリックのフラッシュ、これ自分が好きなところで落とせます。あの定点とか覚えなくていいんですよ。例えばここからこうやって投げたら、まあ、ここに入るんですけど、こういうのを覚えなくてもいいんですよね。でその覚えない方法を教えます。これ多分この動画 KO をもう使ってる人からしたら一番大切です。はい、このゲーム歩くと足音が聞こえる範囲が白い円でマップに記されるんですよ。左上見てもらうと分かるんですけど、でそれを活用したテクニックなんですけど、この白い円のまあ一番外側ですねにフラッシュが着地する方法がありまして、この例えばヘブンにフラッシュを投げたい時、この白い線を
ここのヘブンに合わせます。今自分が打ってるところにフラッシュのこの白い円が合ってるんですけど、そこに合わせてしゃがみながら歩いてジャンプ投げると。しゃがみながら歩いてジャンプ投げ、そうするともうマジでどこにでも入ります。例えばここですね、ここワインからここに投げたかったら、こうやって味方のために投げるともう本当に最強フラッシュになります。これは本当にどんなシチュエーションでも使えるテクニックなんで、ぜひ皆さん使ってください。でそんな感じですかね。まあフラッシュの使い道はもう自分が勝負する。であとラッシュ止めるときに結構フラッシュ投げてもいいです。投げた後にあやばいってなったら、こうやって後ろにフラッシュしていくだけで、後ろの人が食らったらフラッシュ食らっても止まっちゃいけないんですけど、結構止まる人いるんで、結構それに使うのもいいですね。はい、次これですね、ゼロポイントナイフです。KOナイフ、まあなんか KO と言ったらこのスキルですよね。まあ本当にスキル7秒間かな、確か7秒間か、まあ確かそんくらい相手のスキルを使えなくするスキルなんですけど、これがもう多分 KO の中で一番代表的なスキルと言っても本当に過言ではないんですけど、まあこのナイフを、まあ、どういう時にじゃあ使うっていうのは、まあ本当に初動索敵もできるんで、相手がどこにいる相手のキャラもわかるんで、こうやって索敵で最初投げるのもいいですし、まあ基本的にはラッシュを止めるのに使うのがベストなのかなっていうふうに思います。例えば A メイン取ってきたっていう敵に対して、あもうそろそろ来そうだなって時にこうやってナイフを止め投げるだけでもう止まります。これこうやってナイフ投げるだけで止まるんで、ラッシュが来そうな時にナイフを出す。はい、であとトレードですね、相手のスキルとの。例えば相手がソバドローンを出してきました、 A メインから。こっからよく出しますよね、ソバドローンっていう時にここにナイフを投げる。そうするとソバドローンが止まるんで、まあ本当に相手のスキルのカウンターはもう相手のラッシュ止めで使うっていうイメージが一番いいかなっていうふうに思いますね。それが一番多分効果的です。はい、まあなんであとはそうですね、この KO ナイフって壊せるんですけど、その例えばわざと壊しやすいところに投げて相手が壊すところをキープする。例えば相手がここにいるっていう時にここに投げるじゃないですか、ナイフを。そうすると相手はあ、ナイフ来た、壊さないとってなるんで、このエイムがずれるんですよね、この時に。この時にエイムがそのナイフの方にずれるんで、エイムがずれた瞬間を自分がこうやって狙いに行くんで、こういう使い方もできます。まあソバリコンと同じような両方ですかね。はい、そんな感じでも使います。最後アリティメットです。アリティメット、こいつのアリティメットの名前なんて言うんだろうな。まあわかんないっす、わかんないっすけど、まあ口で説明するとこれ、この範囲がめちゃめちゃ広い範囲が広がるんですけど、まあ大体足音の、まあ、1.23倍とか 1.5倍とかそのあたりまで広がる円を出し続けるんですけど、この円に食らったらスキルが使えなくなります。なんで、まあ使い方としては、まあ、自分たちがラッシュしたい方にラッシュするって時にこのウルトを使うって感じです。そうすると相手のキルジョイだったりサイファーだったりのスキルが全部無効化される上に、まあ相手もスキルを返せないんで止める方法が本当に少なくなるんですね。なんでそこをすごい意識して KO を使うと本当に相手は相手の攻めを止められないんで、そこをすごい意識するといいかもしれないですね。あとこのキャラ、このウルト使ってる時に死んだら起こしてもらえるんですよ。あこんなは、あすいません、僕友達いなくて今ガスタムでできないんですけど、 750HP を保ったまま起こしてもらうことができます。まあなんで実質なんだろうな、命がもう一個あるみたいな感じで、その時に自分が死んだ後に画面をずっと見続けられるんですよね、その死んだ場面で。例えばここで死んでウルト使って死んでしまったら A メインの情報を一生取り続けられるんですよね。なんで結構そういう部分も強いです。あとディフェンダー時の使い方はリテイクする時ですね。例えば自分が A 守ってる時に、あ B が取られちゃったって時に、よしじゃあ B をリテイクしに行こうっていう時にここでウルトを使います。そしたら相手がリテイクしてくる敵に対してスキルを使えないんですよね。なんでそれで入るのと、相手があこれ絶対ラッシュだって時にナイフがないじゃないですか。もしナイフがなかったら代わりにウルトを使ってもいいです。ナイフがない時に代わりにウルトを使う、これでも全然大丈夫です。まあそんな感じですかね。多分おそらく KO ランクだと本当に強いです。なんでかっていうと KO って、まあ、相手がやってくることに対してこうしようっていうのももちろんそういう側面も強いんですけど、自分たちがやりたいことを押し倒すっていうシチュエーションですごく強かったりもします。でカウンターもなのに強いんですよ。なんだかっていうとこのナイフでカウンターですから。でも本当にいいとこ取りなんですよね。で自分は本当にランクでめちゃめちゃ KO を使うんですけど、 KO マジで勝率高いです多分自分。まあなんで KO をねちょっとやってみたいなっていう方はちょっとこの動画見て KO 使ってみてください。それではご視聴ありがとうございました。
もしよろしかったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。ちなみに自分髪染めました。毛量減らしました。まあ YouTube のコメント欄なんかモップかぶってねみたいな、その通りです。すいません、まあ、まだね全然髪長いんだけど、夏になったらね襟足バッサリいこうかなと思ってます。じゃあクソしょうもない話はこの辺で、どうもご視聴ありがとうございました。